こんにちは、なずみです。はい、今回ゲタグするサロンはこちらになっております。はい、まるまる太った美味しそうなイワシちゃんですね。おー、はい、まあこのイワシなんですけれども、変な魚おじさんからいただいたんですけれども、まあおじさんがイワシのゲタグが欲しいって言うんで、まあ、できたら持ってきたいなと思います。まあ、なかなかイワシのゲタグ欲しいっていう人珍しいと思うんで、さすが変な魚おじさんだなと思いました。おじさんからのミッションクリアなるか、頑張って作っていきたいと思います。はい、それでは早速ゲタグやっていきたいと思います。対応します。
はい、イワシのギザ完成しました。こんな感じです。はい、まあ、今回のこのイワシのポイントなんですけれども、まあ、こういう群れをなす魚はこう数をした方が雰囲気も出るし、まあ、ただ単にねこうたくさんこう魚拓してもいい感じにならないんですね。まあ、構造をきちっと考えてこう色の強弱をつけてこう遠近感を出したりしてこういう風にするといい作品になると思います。はい、今回はいろいろ魚拓になったんですけども、まあいい感じに仕上がったと思います。ではこれを早速変な魚のおじさんに持ってきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、できましたよ。ありがとうございます。はい、おー、家できたね。どうできました先生に。僕が先生に特注して作ってもらったんでね。そうですね、ありがとうございます。いえ、また面白い魚だったらお願いします。わかりました。じゃあね、バイバイ。